水巻町は福岡県北部に位置する北九州地方の町である。町の東側は北九州市に、西側は恩賀川に接している。北九州市とは石炭産業が盛んであった時代から深い交流関係を持ち、同市を中心とした北九州都市圏に属し、10%通勤圏に定義される。同市の中でも、かつて同じ恩賀郡に属していた八幡西区との 関係は特に親密である。町域内を通る国道3号や鹿児島本線などの沿線では住宅団地やマンションが多数建設されており、同市のベッドタウンとしての役割を持つ。国勢調査人口の推移、編集水巻町は九州の自治体で唯一住居表示100%実施を達成している。また、軍部で町名設置100%実施も九州で唯一である。 したがって、以下の町もすべて住居表示実施地区である。内は住居表示実施前の主な梅の木団地を除き、1990年代の初めから町名の設置が行われた。かつては産出される石炭をとにした高工業が盛んであったが、エネルギー革命の影響を受けて急速に衰退した。最盛期の1960年代初頭に、 約3万5千人に達した人口は、炭鉱閉山が進むとともに減少を続け、1970年以降は過疎地域に指定された。しかし、日本大港梅の記者宅跡地を住宅都市整備公団梅の基団地として再開発したことを筆頭に、北九州市に近接する地の利か活同士のベッドタウンとして発展し始めたことで、人口は増加に転じ、 過疎地域指定は1990年に解除された。同年以降、人口は全増傾向にあったが2005年の国勢調査で、再び緩やかな減少に転じている。人口は2015年現在、約2万9000人であり、音楽郡では、岡垣町に次ぐ規模である。町域の大半が市街化されており、人口密度は2500人を超え、隣接する北九州市より高く、 同志最大の人口の八幡西区ともほぼ同水準である。2001年、水巻町の住民発議により北九州市に合併の意向を申し入れたが北九州市からは時期少々との回答がなされ同市との合併は実現しなかった。もっとも当時の町長は恩賀4町での合併をすでに視野に入れていたため北九州市との合併は考えていなかった。その後は 恩賀軍4町合併の機運が進展し、2004年に、岡垣町、足屋町、恩賀町と共に、法廷合併協議会を設置して、恩賀市となるため協議を進めていたが、岡垣町の住民投票で反対多数となったため、合併協議は中止され、それぞれ単独調整を貫くことになった。太平洋戦争において、インドネシアなどの南方で捕虜となった、連合国軍兵士の一部が、 水巻町の捕虜収容所に収容され、炭鉱などの強制労働に従事した。しかし、食生活の違いから起こる栄養障害や事故などにより多数の死者が出た。終戦後、生き残った捕虜はそれぞれの国へ帰還した。それからしばらくが経過し、1985年、元オランダ兵捕虜らが結成した慰霊団が40年ぶりに水巻町を訪問した。 それ以来、日蘭交流が始まり、今では、行政同士での日蘭中学生交流事業など、多方面での交流が進められ、友好の輪が広がっている。上水道事業については、2012年10月に、北九州市の上水道事業に統合をされ、北九州市上下水道局から水の供給を受けている。これは、北九州市発足前に、 旧幡市などと水道事業に関する企業団を組織していたことの名残で町内に自前の水処理施設を持たないためである。町内に高等学校以上の教育機関は存在しない。なお、かつては水巻町立水巻高等学校があったが、1963年に廃校となった。中学校、編集、小学校、編集、町内に 空港は存在しない。最寄りの空港は北九州空港であるが、便数の多さなどから福岡空港を使う町民も多い。水間景気九州旅客鉄道鹿児島本線、水間景気地区方本線、東水間景気高速道路町内に高速道路は通っていない。近隣の高速道路及びインターチェンジとして、西日本高速道路九州自動車道、倉手インターチェンジ、 福岡北九州高速道路公社北九州高速4号線、黒崎出入り口などがある。国道主要地報道一般県道。ありがとうございます。